皆さんこんにちは、リューチェルです。今日は謎にアップ目で急にご挨拶させてもらいましたけれども、やっぱり恥ずかしいから離れます今ね、動画撮ってるちょうど今、インスタのストーリーでバースデーカラー診断っていうのがすごい流行ってるんですよ。僕もやってみてオペラ色だったんだけど、すごい可愛い色で嬉しいと思ったんですけれども、割と当たってた。すごいね、ああいうの考える人。バースデーカラー診断がなぜ流行ってるのかとか、そういうことを割と一人で考えてみたんですね。で、特にインスタ、まあ、SNS 全般なんだけど、やっぱり自分がどう思われたいか、だからこういう風な投稿をしようとか、こういう風なまあ系統にしよう、デザインにしよう、インスタをとかできるじゃないですか。 SNS って本当にそういうのが多くて、自分のなりたい自分になってるような感覚になれる場所だと思うんですね。で、最近承認欲求っていう言葉よく聞くじゃないですか。まあ自分がこういう風に思われたいから、こういう風になりたいから、そういう風な投稿を自分で考えて自分なりにやったはずなのに、承認欲求強いよねとか、なんか認められたいっていう風なことだけが 100% 絞られて、最近よく悪口ワードで、あの子承認欲求強すぎて見るの疲れるとか聞くと思うんですよね。確かに。ちょっとわかるんですよ。そういう方もいるじゃないですか。でも、承認欲求って僕は別に持っていいものだと正直思ってて、だけど、やっぱりなんとなく僕も芸能のお仕事させてもらってるからこそ、やっぱりタレントとしてめちゃくちゃガツガツしてた時期もあったのね。もう、それこそさ、やっぱりバラエティ番組とかでさ、おバカタレント出身だから他のおバカに負けないぞみたいな感じで、あの子よりも喋ってやる、自分が絶対に電波に乗ってやるみたいなのを10代からこっちとら経験してるわけですよだから承認欲求がすごい強い時も経験してるし、だからこそ思うんだけど、承認欲求って2パターンあるかなって僕の中で思ってて、1つ目はとりあえず自分はこうなりたい、こういう風な夢を叶えたい、だからこそこういう風な道で行くんだっていう自分の進む道が明確になっている承認欲求。だから自分の夢を叶えるために承認欲求に後押ししてもらってるイメージかな。二つ目はとりあえずどんな形でも何でもいいから認められたい誰かにっていうような二つあると思うんですよね。で、僕は二つともめちゃくちゃ経験してるし、今でもたまに出てくるの、二つの気持ちが。一つ目は、その自分の道が明確になっている承認欲求じゃないですか。それだったらいいんだけど、ただただ認められたい。とりあえず、まあ、万人受けって正直ないと思うし難しいんだけど、ある程度は万人受けみたいな感じをちょっと選んでしまっている自分に気づく。そしたら何かやっぱり変わってしまったとか、なんかちょっとがめつい、自分を受け入れてほしいがための投稿がちょっと疲れる見ててみたいな、承認欲求は上手に使うべきなのかなと思ってて、例えば恋愛した時とかに、とりあえずあの人に見つけてもらいたい、あの人に好きになってもらいたいから、自分の軸だけで考えた作戦を練ってストーリーとかにバンバン上げまくって、で褒めてほしいだけだったのに、褒めて欲しいんだって思われるのってめちゃくちゃ作戦大失敗じゃん。その裏が見られるのってすごくもったいないし、めちゃくちゃ悔しいじゃん。だけど、それを回避するには、やっぱり、じゃあ好きな人ができた時に、この人はこういうところが好きっていうのが明確にあるから、じゃあまずは自分もこの人と付き合いたいから、まずは自分が納得いく可愛さになる。そして、この人を追いかける。あくまでもこの人と一緒にいたら幸せになれるみたいな、相手に幸せの軸を置く、委ねるんじゃなくて、まず自分が幸せになれるぐらい可愛さを磨いて素敵になって、そして、追いかけてもらえる、みたいな自信をつけて、この人に、まあ見てもらうように頑張るみたいな。このね、絶妙なニュアンスなんだけど、やっぱりそれって違うなと思ってて、例えば昔よく学生の時に、痩せたい、可愛くなりたい、かっこよくなりたい、面白くなりたいとか、そういうことをすごく SNS で書いてたのね。で、ある人に、可愛いって言われたいの？面白いって言われたいの？かっこいいって言われたいの？だから書いてるの？って言われたことがあって、もう僕全くそういうつもりじゃなかったんだけど、人気者になりたいというか、みんなの真ん中にいる存在でいたいな、みたいなのが、学生時代ってやっぱり安心したいからね、どうしてもあったんだけど、そういうふうに言われたことがあって、はっとなったの。僕、以前
前15キロぐらいダイエットして、まあ、痩せた時に、痩せた後に報告したんですよ。そしたら割とみんなもっと褒めてくれて、それが自分の中でやっぱり経験になって、なんとなく人間ってこうなんだじゃないけど、やっぱり、うん、何か過程を見せる、経過を見せるっていうのもすごく OK だと思うんだけど、行動もしたいのにやってもないのにやっぱり言うよりも、しっかり終わらせて実はっていう方が、みんなそれには承認欲求とか言わないんだみたいな謎のこの法則。だって承認欲求のためじゃん、正直ダイエットも。なんかその当時は自分の中で、まあ別に痩せようかな、もうぽっちゃりしてて口角も上がってほっぺがプニプニってなるような、ちょっとむっちりしてる自分のことも大好きだったんだけど、もう見せ終わったから、そういう自分は、お尻もプリってしてるお腹もぽっこり出てる自分はもう見せ飽きちゃったから、痩せよって思って、痩せたらどんどん可愛くなるの楽しみだなと思って、それも正直僕の中では承認欲求というか、みんなにまた痩せて褒められたいなみたいなのもあったんだけど、何かダイエット終わらせてみんなに言うとすごいとか、やっぱり結果がついてくると承認欲求って言葉がなくなっていくっていう法則。例えばしっかり可愛くなった後に可愛いでしょっていう意識をしようとか、なんかただただ努力もしていないのに自分自身がね認めてほしいみたいなのって、やっぱり見抜かれるなみたいな、人間ってこういう時どう思うんだろう、これは承認欲求って思われないだろうなみたいなのは見抜くと、やっぱりそれが上手な人って見抜かれてないまま SNS では自分を発信できてるから、やっぱりインフルエンサーの方とかそれが上手だなと思う。自分を認めてほしい、いろんな形でどんな形でもいいから自分がすごいと思われたいとか、そういう風な目的でやっぱり上げてる人って見抜かれるのというか、僕も見抜いちゃうのはあって、なんか全然、例えばミステリアスを売りにしてる人だったらすごくいいと思うんだけど、例えばこの人ってどういう生活してるんだろう、なんで仕事してるところ全然あげないけどどうしてこんなにお金を持ってるんだろうとか、いつも高いところにご飯連れてってもらってる、うわまたハイブランドの新作買ってるみたいな人っているじゃないですか、 SNS にいっぱいない、なんでこの人どうやって生きてるんだろうみたいな人っていっぱいいるじゃないですか。でもそれがミステリアスになっている売りの人っていると思うんだよね。それはその人の目指してる道だから僕は素晴らしいなって逆に思うんだけど、とりあえず何か誰かに思われたい、羨ましいって思われたいって言ってバン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 って上げてる人だったりとか、またこの人からなんか LINE 来たんだけどみたいな、もうマジ無理とか言いながらまんざらでもない感じのものを親しい友達にあげる方だったりとか、とりあえず自分はモテるんだよねみたいな、なんかそういうのがすごくわかりやすい人。でもそれもすごく僕はもうこの年にまでなってくると可愛いなっていうか、もうすごくなんか全然イライラはしなくなってくるのね。あ、なるほどね、寂しいんだな、なんか LINE してあげようかな、今度ご飯行こうかなとか、もうそういう域にまでなってきたから別にどうこうはないんだけど、やっぱりそれって見抜かれるとこの人にとって逆に孤独を生むというか、かわいそうだな、もったいないなって思っちゃうのね。だって自分は本当にこういう風な人間なんだけど、そうみんなにバレたくない、で自分自身もそう信じたくない、自分がこんなダメダメ人間だなんて信じたくないよっていう叫びだったりするのかなみたいな。でもさ、そう思われるのもこの人にとってさ、やっぱりかわいそうじゃん。だからこそやっぱり自分の上げるときはそういう意識みたいなのはした方がいいのかなというか、まずそれよりも自分ってどの色の承認欲求なんだろう、自分の軸のためにしっかり追いかけてる承認欲求なのかな、それだったらいいなって僕は思ってて、それでもいいと思うし、明らかにもう今自分の軸がない、自分の色がない、他人の軸にもう任せすぎだみたいな、とりあえず認めてほしいだけだったみたいな、とりあえず自分がすごいって思われたいだけだったみたいな、それは結構自分の中で意識して気づくことって大切だなと思ってて、だからやっぱり SNS、 例えばまあ最近インスタ禁欲でしたっけ、インスタを1ヶ月やめてみるみたいな、みんなの投稿とかは見ていいんだけど自分がストーリーとか投稿とかを上げるのをやめてみるみたいなのも流行ってるらしくて、ちょっと距離を置くとやっぱり人の投稿がしっかりよく見えて、自分ってこうだったなあだったなっていうのに気づける、
人もいらっしゃるらしくて、そういうふうにちょっと自分と SNS の距離の取り方、最初はきついけど、だんだんやっぱり人って慣れてくるので、それをちょっと1ヶ月続けてみるみたいなのだと、第三者の目から見たら、自分ってこう思われてたのかもなっていう気づくためには、やっぱり離れたりとかすることって大事だと思うので、そういう時間を取ることも大切なのかなって思ったりしますね。で、あと、SNS からちょっと離れるんですけれども、仕事だったり子育てとかで、承認欲求を、満たしたい時ってやっぱりどうしてもあるじゃないですか。ましてや子育てなんて報酬もないから言葉でしか頑張れないわけですよとか、休みをくれないとね、ああもう自分が例えば、まあやっておくから、全然休んでもらっていいよとか、まあそういうふうな言葉と態度示してくれないと子育てなんてよりね、満たされないわけで、で仕事でもさ、最初はさ、どんどん褒められたり、おー意外にできるねとか、新人の時はすごく楽しくてウキウキでさ、怒られたりもしながら結構大変なこともありながら、でもできたら分かってもらえた、認めてもらえたみたいなのがあったんだけど、なぜか急にどんどん褒められなくなってきて、もっと認めてほしい、自分こんなにやったのにみたいな、どうしてもやっぱり思っちゃうことってあると思うんだよね。で、僕よく最初、例えば、まあ、ヘアバンしてた時代、バラエティいっぱい出させていただいた19、20歳、21の時ぐらいあたりまでは、割と、もうどこ行っても褒められてたの。その時は、多分きっと僕って、ちょっと時の人だったと思うんですよ。なので、チヤホヤされてたし、すごく、なんか、今思ったらだよ。やっぱり、ヤッホー、リューチェルだよ、チリチリビームっていうだけで、もうほんと盛り上げてくれてありがとうございますみたいなスタッフさんに言われたりとか、いや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 って今では思うけど、あの時は別にもうマジでもう勘違い天狗野郎だったから、あ全然大丈夫ですみたいな、やばいやつみたいな。今別に、例えば結構今って例えば NHK に出させてもらったりとか、割と固いお仕事も多かったりとか、自分の気持ちとか考えを発信する連載だったりとかも含めてね、そういう発信のお仕事が多いから、割と前やってた仕事よりも正直難しいけど、正直自分も大人になってるから喋れることも増えてる。でもやっぱりいろんな方が読んでくださるからこそ、発言も考えなきゃいけないとか、そういう意味ではちょっとピリピリとかしたりとか、ちょっと緊張したりとかする部分もあるからこそ、終わった後は、よっしゃ、僕今日はいけてたなって思った時に、あれ？昔は褒められたのに周りのマネージャーさんとか、今全然褒めてくれないみたいな。いや、今日もすごかった、今日も良かったよ、みたいな言葉が一切最近ないの。別にこれ愚痴とかじゃなくて、全然そんなにあんまり言われなくなった、その時に。比べたらね、昔に比べたらそんなに言われなくなって。でも、ある日気づいたんだけど、うわ、何も言われなくなったってことは逆に、もう、やってくれて当たり前みたいな、次のステップなんだな、僕ってっていうか、人から見られる上で、やってくれるだろうとか、なんか別に頑張れとか、お疲れ様、今日もすごかったよとか言われなくても、この人の基準がこうだから別にいちいち言わなくても、この人ってこういう人だからみたいな、もう安心されてる次のステップなんだなって仕事ではすごく思ってて、そういう捉え方になると、なんかまあ自分の中でも、よしじゃあまたさらなる次を目指してみたいな感じの気持ちになれたりとか、もしなれなかった時は、ちょっと自分ってこういうこともしたんですよ、みたいな、なんかアピールこともいいと思うのね、全然。それを承認欲求強いなんか言われたらさ、いやいや、その前にそもそもちょっとぐらい褒めてよって話だからね、そもそもね。でも、そういうふうな僕は、なんか、あ、自分で次のステップなんだ、みんなに安心されてる、信頼してくれてるような域に来たんだな、みたいな、それはすごくありましたね。うん。だし、なんとなくこなせてる自分にも、やっぱり気づいて、ほら、こなせてるじゃん。よく考えたら5、6年前のリューチェルはこういう仕事できなかったよな、とか、なんとなくできてるじゃんみたいな風に自分の価値みたいなのをしっかり分かってあげるっていうのはもう皆さんの中でもすごく大事にしてもらえたらいいなと思うんですけれども、子育てではやっぱり褒めてほしい、認めてほしい、やっぱり男とか女とかそういうこと関係なくて、あなたがやっぱりやってきついことを私が急に母性だからといって耐えられることなんて一つもないし、やっぱ人間と人間で辛いのは辛いわけだから、そこはやっぱりシェアしてもらって、プラスきつい時はきついから助けようねみたいな声かけはしようねっていう、それは承認欲求でも何でもなくて、認めてほしいとか分かってほしいとか、それは当たり前のことなので、そういうコミュニケーションをやっぱりね、子育てにおいて夫婦の中でも、でそして夫婦じゃないとしても周りに助けてもらう時にも、そういう言葉はすごく
く大切かなっていうのは大前提であるんだけど、でもやっぱり仕事ではもう、あ、自分って任されてるんだなって思っても、夫婦とか子育てってなると任されてるってだけだと逆にモヤモヤしたりするから、だからこそやっぱりそういう風に話し合いすることっていうのは大切かなというか、それは全く承認欲求じゃないと思い込んでもいいと思います。やって当たり前と思うなよっていうのはすごく思ってもいいと思うし、しっかり二人で共感し合って話し合う。じゃああなたは仕事のこういうところが辛いんだね、そうだよ、俺はこういうところが辛いんだよね、でも君はこういうところが辛いんだよね、うん、そうなの、私はこういうところが辛いの、とか何でもいいんだけど、そういう風にしっかり話し合うことで、すごく良くなるといいなっていうのは思ったりしますね。まあ本当にバースデー診断、バースデーカラー診断から2パターンの承認欲求についてのお話だったりとか、まあ僕が芸能の仕事する上で感じたこととか、結構いろんな方のね、インスタのまあインフルエンサーの方だったりとかのその承認欲求の投稿とか見てて、いろいろ感じたことをお話しさせてもらいましたね。でもまあやっぱり僕は承認欲求ってそこまで悪いものじゃないと思うけど、やっぱりみんな結構、あ、認めてほしいんだなっていう、そういう目がやっぱりどうしてもあって、割とそこに関しては厳しい目で見てるなっていうのは意識していると、自分が逆に孤独にならずに済むというか、そういう風な余裕のある自分になるためにちょっとインスタと距離を置く、SNS と距離を置くみたいな判断をしてもいいのかななんて思いましたね。うん。だってもったいないじゃん。やっぱり急にめちゃくちゃ強い言葉言うけど、天上天下唯我独尊みたいな言葉あるじゃないですか。お釈迦様の言葉でしたっけ？天上天下唯我独尊。まあ、みんなそれぞれすごく素晴らしいわけなんですよ。だけど、人と比べてしまって、あの人の方が自分よりもう全然輝いてるし、自分なんて、なんてこんなにダメダメなんだろうとか、人と比べてしまってるからこそ、自分だってマウントを取りたい、自分だってよく思われたいって、本当はとっても可愛らしいところから来てるものだと思うんですね、承認欲求なんて。とか、過去のね、子育ての、幼少期の思い出だったりとか、そのトラウマとかでそういうのが来たりとか、もう絶対人それぞれそういうのはあるはずなんですね。だけどやっぱり皆さんそれぞれ素晴らしいはずなんだけど、やっぱりこの時代、みんなの幸せな姿、成功してる人の姿が簡単に見れる世の中だから、やっぱり人と比べてしまうからこそ自分も強くありたい、強く見せたいっていうのは、まあそこは、一番いいのはそこにまずは寄り添ってあげるというか、そこに気づいてあげるっていうのは、見る側としても大切だし、自分も影響されないような、そういう風な考えは術だと思いますね。はい。いかがだったでしょうか。ということで、まあ僕もね、髪切ったりとか、なんかいろいろ自分の中で変わったりとかしたらどうとか聞くんだけど、まあそういう意味では承認欲求、自分の承認欲求を可愛いなって思ったりとか、これはただただちょっと認めてほしいがための自分勝手の承認欲求だなって思うときは、自分で気づくように今後も意識していきたいななんて思っております。とりあえず僕が言いたいことは、皆さんは本当にどんな欲があろうともすごく人間臭くて可愛らしいんです。うん、そう思っていいと思います。はい、じゃあ今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあね。